船木鉄道株式会社は、山口県宇部市、山陽野田市、美祢市周辺をエリアとするバス事業者である。通称は、船鉄。社名が示すように、かつては、宇部、船木町、吉部間に鉄道路線を持っていたが、1961年に路線を廃止し、鉄道事業から撤退した。撤退後も社名はそのままとしている。同じく、山口県西部に基盤を置くバス事業者の三電交通が筆頭株主であり、第2位の林康介の持ち分を合わせて約 35% の株を保有するが、三電交通のグループ扱いにはなっていない。ただし、山口県共通バスカードを双方で先行導入するなど、関連は比較的深い。関連企業として、スーパーマーケットガソリンスタンドを運営する船鉄商事がある。2017年12月15日、船木鉄道を存続会社として、船鉄商事と合併することを官報に広告した。効力発生日は2018年2月1日。社名の由来となっている船木は、旧楠町の中心市街である。江戸時代は、旧山陽道の宿場町として栄えていたが、1911年、船木の有力者により鉄道設立発起人会が結成され、1913年には船木、京弁鉄道が設立された。当時の船木周辺には小規模な炭鉱が点在し、石炭運搬鉄道としての役割も期待されていた。1916年、約2ヶ月の工事の後、基間 762mm の京弁鉄道として、宇部駅、船木町駅間 4.9km が開業した。1919年、社名を船木鉄道へ改称した。この頃、路線延長と輸送力増強が計画され、1923年に、船木町から万倉間 4.7km の延長と 1067mm への全線改め期がなされた。1926年には万総吉部間 8.1km が延長し、これが同鉄道路線の最長延長となった。まで路線延長する免許も取得していた。太平洋戦争期の1944年、鉄材供出に伴って万総吉部間が休止した。昭和30年代に入ると、石炭産業の車用化、バス交通への転換が一気に進み、1961年10月ついに、宇部万倉間も休止となり、全線廃止となった。末期は、ディーゼル車が宇部万倉間を約25分で結んでいた。最後に運転された車両の一つである、キハニ51は、廃線後加谷鉄道に譲渡され、京都府与謝野町の加谷 SL 広場に、キハユニ51として保存されている。鉄道廃線跡は各所に見られ、その後、船木鉄道はバス事業へ転換し、山口県中西部に路線を伸ばすとともに、観光バス事業も展開し、現在に至っている。山口県中西部の山陽川一帯に路線を持つ。かつて鉄道路線があった宇部市では、旧楠町地域を含む、西部一帯を営業エリアとしている。他山陽野田市、美祢市の全域に路線網を持つ。一般路線車は赤色地、貸切車は白地に茶色系、濃淡4色の帯の塗装である。日本国内4メーカーを導入しているが8割は日野自動車製である。ノンステップバスが多いが、ワンステップバスは2台しか導入していない。中型バスを主に導入している。一般路線バス、編集は一部の便のみ停車。停留所名はどちらかを経由。コミュニティバス、編集定期観光バス、編集2周部駅有保駅時、中村駅、船木町駅、裁判所前駅、宗像駅、福府駅万総駅矢作駅、今富駅峠駅から大棚駅吉部駅 762mm、編集機関車は、雨宮製作所製2両。客車2両、貨車6両 1067mm、編集機関車はすべてタンク式。気動車は日本車両製造より単単式気動車を購入し、1929年より、宇部大山木町間で運転を開始した。ありがとうございます。